戦争というね大事業の中で民族ってのは超進化を遂げる可能性があるんだよね。それも特別な条件のことね。例えばこう、例えるじゃないんだけど、一億総特攻っていう、そういった、いわば、切羽詰まった状況においてね、補給も断たれ、兵站も断たれた部隊がね、もう、死ぬように戦うごとくね、あの時ね、本土決戦を選んで、そして、神風ボンボン飛ばして、延々とゲリラ戦やってれば、日本人は、1億総長人になるから。1億から3000万人ぐらいになっちゃうかもしれないけどね。3分の1しか残んなくて。そういったもんなんだ。それが超人への過程だ。